本間人氏は昭和期の土木工学者。専攻は水理学、河川工学、海岸工学。神奈川県横須賀市浦賀出身。東京大学名誉教授。専門は水理学、河川工学、海岸工学。この分野の開拓者、創始者であり、第一人者として学会をリードした。また、指導者として多くの優れた研究者。 技術者を育てた。日本における水理学の創始者である、物ノノベ・オサの後継者として、東京大学で工学部の土木工学第6講座、さらには土木工学第2講座を担当した。古典水理学に新たに流体力学を導入し、世界に先んじて近代的水理学に発展させた。戦後、日本の将来における海岸工学の重要性に、 いち早く着目して、その導入を図るとともに、土木学会に海外工学委員会を発足させ、初代委員長に就任した。その後14年の長きにわたり在任し、この分野の世界水準への到達に貢献した。この分野において、多くの指導的研究者、技術者を輩出した。水理学、河川工学、海岸工学等の専門におけるのみならず、文学、 技術、哲学、社会学、宗教など多岐にわたって造形が深く、その幅広い文化人としてのものの見方、思考例、諸星君は4編の随筆集に残されている。戦前の本間の仕事の前半は、内務省土木試験省及び下関港集築事務所でなされたものであり、後半は東京帝国大学での研究である。戦前、戦後を通じての主な仕事は、 ほんまひとし博士論文選集に収められている。戦前の研究を大別すれば、波に関するもの、河川、港湾等の現地調査に関するもの、水面型や越流石に関するもの、車流に関するものである。当時は遺留が研究の先端的課題で、博士論文の課題でもあり、土木学会賞を受賞している。戦後も取り組んだテーマである。ほんまの最初の論文は、 長波の変形についてで、数式を駆使した21ページの本格的なものである。戦後、同じような論文が、米国ウェブのテック、メモに搭載されたのを見て、英語で発表しておけばよかったと実解した。海岸、港湾、氷差は、戦前から、ほんまの関心の強かった課題であり、戦後、進行の海岸工学への素地がすでに認められる。咳を超える。 流れの理論や実験も長いこと、本間の興味を引いた問題であり、戦後、岩崎敏夫や大西外明、理科大学教授にも研究のテーマとして与えている。戦後の本間の活躍は次のように要約される。土木学会に新設された海外工学委員会の初代委員長を昭和28年から42年までの14年間に渡って務め、 日本の海岸工学を洋蘭期から壮年期へと急速な発展に貢献した。海岸工学を総合科学として位置づけ、土木工学以外に広く地理学、地質学、海洋物理学、気象学、水産学等専門家の参加を積極的に推進し、日本独特の海外工学づくりを推進した。他の学会に先立って、 海外との学術交流を積極的に推進し、自らも世界中の指導的研究者や研究機関との交流を深めたほか、研究論文の英文史コースタルエンジニアリングインジャパンを創刊して、日本の研究成果を海外に紹介し、また日本でアジア最初の国際海岸工学会議を企画、その組織委員長を務めた。現地での観測と実測をもとにした。 経験科学を基本として海外工学の研究を推進した。例えば、東海村海岸における日本初の原子力発電所の取水口設計の基礎資料取得のための現地調査指導や、新潟西海岸の海岸侵食研究の膨大な資料の解析を指導が恒例とされる。日本で、 海岸工学が発足してからわずか8年後の時点で、現地観測技術に関しては日本は米国に先んじていたとも言われる。1953年、本間は京都大学の石原藤二郎と共に、米国ミネソタで開催された国際推理学会に出席し、これを機に、米国全土の有力大学や研究機関を訪問し、同世代の世界のリーダーたちと進行を結んだ。 この長期の旅行はほんまに大きな刺激を与えた。帰国後、ほんまは当時勃興しつつあった新しい研究分野である海岸工学の研究活動を若手の堀川政治学長、日本学士委員会員や韓国からの留学生であったチョリー、ジェイソーヌーを指導して開始した。理論や室内実験のみではなく現地調査や観測を積極的に行った。また、 常実のごとく土木学会に海外工学研究委員会を立ち上げ長く委員長を務めた。東京大学における最終講義は水理学研究の解雇本間ひ氏博士論文選週に再録されている。戦後未だ外国への渡航が困難な時代から国際水理学会への参加や論文発表を開始し、 1964年から1967年の4年間は国際推理学会の副会長を務めた。本間は昭和20年代の後期から始まる日本の海岸工学の父でもあった。戦後に始まる海岸工学の国際会議にもたびたび出席し、さらに日本での国際会議開催が稀であった時期1966年に、 東京での国際海岸工学会議を主催した。この会議には外国人約80人、国内からは約250名の出席者があり、成功裏に終えた。東海村に日本最初の原子力発電所、東海発電所が建設されるに際し、海水によるタービン冷却水取水施設に伴う現地調査を行った。これはこの種の調査としては、 画期的なものであった。海岸工学の対象である津波に関しては、1960年の地理地震津波の直後、米国ハワイに設置された広津波技術顧問委員会に日本側の委員として参画した。また、2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震の津波に対して、東北電力の女川原子力発電所が耐えられたのは、 建設立地についての本間を含めた委員会の意見を踏まえての東北電力副社長であった平井矢之助の指示、判断によるものであった。土木工学、社会基盤工学、都市環境学の基礎科目の一つである推理学をそれまでの実験公式の集積のようなものから世界に先駆けて1936年近代流大陸学を基礎とする理論体系として打ち立てた。 現在刊行されている水理学の教科書は例外なく本間の水理学に則っ,っている。戦後間もなく始まった新分野の海岸工学では大学における研究の指導土木学会海岸工学委員会の立ち上げと委員長を長く務めた。本間は優れた教育者でもあった。門下には林太蔵、岩崎敏夫、吉川秀夫、堀川政治名誉教授、 日本学士院会員、日野美紀夫、チョリー、ジェイソーヌーなど、多数の研究者を輩出した。東京大学定年後は、新設の東洋大学工学部土木工学科に、教授として赴任して、進学科の充実に尽くしたほか、第2代工学部長としての重責も果たした。東京大学定年後の数年間は、台湾成功大学でも、教弁を取り、技術指導に当たった。 趣味として、書道、水彩画を独習し、素人の息を脱していた。また、囲碁も楽しんだが、特に、東京大学教授時代に始めたゴルフでは弟子たちと、本間会を作り、これは裁晩年まで続いた。本間は、キリスト教信者であり、晩年は、目白町教会の長老の役目を務めた。後年、有名な宮本武之助内務省儀士参照私の、 水理学史丸前1985年。ありがとうございます。